コロコロと変わるトランプ大統領ですが、うん、今週大規模な衝突が起こる可能性があると、うん、インタビューに答えたこの点がちょっと怖いなと思った、ね、これどう、ね、大丈夫なんでしょうか、うん、この可能性があると言った後に今日はもうその朝ね5時半にそうです、ね北朝鮮のミサイルの発射でこれがその中距離弾道弾だとすると確かに大陸に届くようなものではないのかもしれませんけども、もともとこれが北極星2号だとか、ね、そういう話だとするとこれは、これいわゆる在日米軍を、ね、標的にしてるんじゃないかという指摘もある、そういうものの実験を繰り返してるわけです、うん、古川さんこれこの段階でアメリカが取る行動ってどういうふうに捉えるそうですね、まあ、先ほどの話を続きですけども、はい、トランプ大統領の言葉をどれほどその額面通り受け止めるかという問題があると思います、うん、これつい先日ですけども、国務長官、国防長官、あと国家安全保障問題担当、大統領補佐官、さらに CIA 長官、連名で、声明を出しています。でこの中でクリアに彼らが言っているのは北朝鮮に対する要求として、まあ、これ以上状態のエスカレーションさせるなと、うん、そして交渉のテーブルに戻れと、そしてさらに、アメリカは朝鮮半島の安定を望むということを申しております。で、すでに全ての選択肢はもちろんテーブルの上にあるということは最後についているんですけれども、現実問題として現在の状況を見る限り、特に韓国に対する渡航自粛などがアメリカ人に対して出されているようなこともございませんし、実際に今起こっているのはその軍事力をその外交のツールとして圧力として、特に、まあ、北朝鮮のような中国に対しても、うん、この適用して中国経由で北朝鮮をなんとか交渉に導き出す、うん、でこのゲームが今進んでいるんだと思います。その中国は王毅外相などがその6カ国協議のもう一回その再開だとか、まあ、プーチンさんも今回安倍総理が行った時にですね、6カ国協議というのは持ち出してますけども、その方向というのは可能性としていかがですか。まあ、北朝鮮自体が6カ国協議を否定していますので、うん、6カ国になるのか、あるいは実質上米朝の枠組みになるのか、いろいろ難しいと思います。でいろいろと中国の方は米韓の合同軍事演習をやめろと、でそういう機会に北朝鮮は核実験をやめろという形でなんとか米朝交渉テーブルに導き出そうとしているんですが、うん、まあ、どちらもそこはイエスとは言わない、うん、そういう状況ですから、実際問題としてはやっぱり中国がかなり板挟みになっては間違いないと思います、うん、岸さん、当面はやはりその中国にもっとその制裁を強化してもらうという方向でアメリカは中国に圧力をかける、ここが基本、まあ、自分が昔北朝鮮と3年間交渉した経験、アメリカと一緒にやった経験からすれば、アメリカは一番現実路線に戻ったよねと、つまり中国が一番影響力があって、中国から北朝鮮にプレッシャーをかけるということが、ある意味で平和的な解決につながりうる可能性が大きいということを考えて、現実路線に行っている面があるんですけども、じゃあそれが本当にうまくいくか。でやっぱり中国からすれば、北朝鮮は絶対倒れてほしくない、ただ、だいぶ、まあ、アメリカとの関係もあるからしっかりやらないといけないという中で、どれだけしっかりとしたバランス取れたラインをやれるかというのはまだ未知数ですよね、そこはね。2つあると思いますよ、中国には。1つは意思ですよね、どこまで強くやはり北朝鮮に向き合う用意があるのか、こことは常にやはり問題でしたけど、まあ、今回はこれまで以上に厳しく北朝鮮に当たっているようなんですが、じゃあ今度例えば北朝鮮に対していろんな単独で制裁しようといったときに、政策って結構実務的にですね、複雑なんです、うん、北朝鮮がそのいろんな非合法物資をまっとうなその市販品の中に入れたり、はい、あるいはその資金の取引もまっとうな資金の取引なんか隠したりするので、はい、見極めがすごい難しいんですね。で中国当局ってやっぱりこのあたり能力かなり低いというのが私の認識です、うんうんうん、でやっぱり意思があってもそれをじゃあ実行する能力あるのか、でよく中国はその制裁どこに対してもですね、うん、制裁やるぞという時に脅し威嚇をするんですね。その威嚇の効果で相手が妥協するのをこう待つ、あるいは実際に制裁やっても短期間で短期ですね、なんとか相手をねじ込む、だけどそれは中期でやるのってあんまりできないんですね、うん、要はやっぱり実務能力の限界も噛んできますので、うん、ですからここら辺でかなりどこまで現実的にやっぱり中国に期待できるのかというところですね、うん、でやっぱりどっかの時点でアメリカが外交的に北朝鮮を向き合わなきゃいけないんですけれども、今いるのはティラーソン、あとその下には、まあ、政治任命のスタッフいませんので、まあ、キャリア外交官ですね、オバマ政権時代からのこの体制で、まあ、果たして本当に対話というのはどこまでできるのか。加えて言えばアメリカの伝統的なスタンスからすれば、アメリカは北朝鮮と1対1ではやらないと、それは他の関係国も入れた形でやるというのを基本的に通してますから、じゃあ今回それを変えてですね、まあ、中国が入るにしても、アメリカ対北朝鮮という、まあ、1対1をやるかどうかというと、この現状のものは分かりませんね。山口さん、山口さん、山口さん、僕はまあ米朝というのはまあないと思うんですね。それなぜかというと、トランプ大統領の立場からすればオバマ政権はもう完全に間違っていたんだと、戦略的忍耐の時代は終わった、うん、もっと遡って94年の枠組み合意から間違ってたと言ってるんですよ、うんうん、そこであったのが六角協議であり、北朝鮮がずっと求めてきたのが米朝直接対話による、まあ、いわゆる、まあ、軍事介入しないという約束を取り付けたくて核開発をしてきた、うん、これを対話によるアプローチが無理だから中国を締め付けて
軍事力をこうやって見せつけることでようやくここまで来たと思っているときに急に対話に行くという選択肢は僕はないと思いますね。でトランプさんはあと、まあ、マックス8年自分が大統領するとやる可能性がある中でこのまま放置したら北朝鮮の核ミサイル問題はどんどん悪化する。だから今動いていると。だからその悠長なものには付き合わないはずです。でそれに対して中国が今提案してきているのが6カ国協議で、僕はこれですら飲めないと思ってるんです。ところが北朝鮮はこの間あの外交委員会っていうのを最高人民会議で立ち上げて、そこにキム・ケガンという我々でいう最も懐かしい、その当時ずっと北朝鮮代表してた人がそこに入ってるということを発表してるんですね。6カ国協議に北は応じるんです。アメリカは僕は応じないと思うんですね。ということはこれは見てる方向が違うから、今のように例えばあの通常兵器を撃ってる分には構わないんだけど、今朝のミサイル発射みたいなことがお互いの金銭を計算しないで超えたときに非常に危険なことが起こる可能性は今でも否定できないと思いますよ。ここで一旦西野さんね、その、はい、今、欧米のメディアもトランプさんが次どういう行動を取るかということで、いろんな見方をしてます、ね。はい、お話にもありましたようにトランプ政権が軍事政策に傾きつつあると全体として世界のメディアは論じていました。その中の一つがこちら、イギリスのインディペンデントです。大統領に就任した当初、ヨーロッパ諸国はトランプ氏に呆れ果てていた。ところがトランプ氏がシリア攻撃などの軍事行動を起こすと、アメリカのメディアや各国政府もトランプ氏に敬意を払うようになったと、国内外の見方が変わってしまったとしているんですね。これによって何が起こるかと書いたのが次です。同じくイギリスのフィナンシャルタイムズですが、この攻撃は間違った方向へ転換する可能性がある。つまり軍事行動に踏み切ると支持率が上がることにトランプ大統領が気づき、それに味を占めるリスクがあるとしているんですね。そしてもう一方の中東情勢についてですが、フランスのルモンドです。安全保障の面で孤立主義を訴えていましたが、現実には4つの戦争、このシリア、イラク、アフガン、イエメンなどの、戦争を抱えたままだと、この孤立主義と言われる政策を転換せざるを得ない状況だというふうに書いていました。古川さん、我々はどうしても北朝鮮情勢が気になるんですが、アメリカ全体 その安全保障政策を見たときに、やはりその中東の方に意識があるんじゃないか。しかも今フィナンシャルタイムズが言ったようにですね、まあ、かなりここが軍関係者閣僚から、まあ、要するに軍まで含めて上から下までですね、スタッフが揃ってるんで、ここで何かをやってくるんじゃないかっていうのはそういう見方なんですけども、ここはどういう、まあ、先ほどの話の続きになると思うんですけども、やっぱり多分私トランプ政権が言っているオバマ政権 その北朝鮮に関しては戦略的忍耐の時代が終わったというのは、まあ、ある意味ですね、その6社あのたそのたオバマ政権というのは北朝鮮が核兵器を全部撤廃しない限り話さえしないと無視し続けると極めて固くな態度で、まあ、北朝鮮を無視するということだったんですね。で、もしかしたらですよ、こういうふうなその一定の条件を満たさない限り対話もしないということ、ここをそもそも変えて対話をする可能性も含ませている表現であるというふうに私は認識しています。で、北朝鮮に対して今、まあ、事実上あのカール・ビンソンとあと横須賀に改修中のロナルド・レーガンという2つの空母機動部隊ありまして、まあ、今これがあります。で、これがいつまでこの軍事的威圧が保てるかというのはこれからポイントになると思います。つまり今ご紹介ありましたような中東で、まあ、イエメン、シリア、イラク、ごめんなさい、ソマリアでも今戦線拡大しています。で、北朝鮮情勢先週この緊迫化している、まさにその中でトランプ大統領はイランとの核合意を見直すと、破棄する方向に見直すと、もうこれやると多分かなり大変になります。もともと北朝鮮をオバマ政権が長らく軽視してきた理由はイラクとの核合意を最優先させてきたからです。だから中国にも厳しく当たることはしなかった、そういうふうな経緯がありますので、今パンドラ、イランの核合意というこれを破棄するというパンドラのボックスを開けてしまうと、現実的にその軍事的なアセットとしてですね、どれだけ本当にその北東アジアに駐留させられるのか、またずるずるとアメリカが軍ともども中東の方に引き裂いていく可能性というのはこれから予見しておかなければいけないと思います。として圧力として特に、まあ、北朝鮮の場合は中国に対しても、この適用して中国経由で北朝鮮をなんとか交渉に導き出す、でこのゲームが今進んでいるんだと思います。その中国は王毅外相などがその6カ国協議のもう一回その再開だとか、まあ、プーチンさんも今回安倍総理が行った時にですね、6カ国協議というのは持ち出してますけども、その方向というのは可能性としていかがですか。まあ、北朝鮮自体が6カ国協議を否定していますので、6カ国になるのか、あるいは実質上米朝の枠組みになるのか、いろいろ難しいと思います。で、いろいろと中国の方は米韓の合同軍事演習をやめろと、でそういった機会に北朝鮮は核実験をやめろという形で、なんとか米朝交渉テーブルに
導き出そうとしているんですが、まあ、どちらもそこはあのイエスとは言わない、そういう状況ですから、あの実際問題としてはやっぱり中国がかなり板挟みになっては間違いないと思います。岸さん、当面はやはりその中国にもっとその制裁を強化してもらうという方向でアメリカは中国に圧力をかける、ここが基本。まあ、あの自分が昔あの北朝鮮と3年間交渉した経験、アメリカと一緒にやった経験からすれば、アメリカは一番現実路線に戻ったよねと、つまり中国が一番影響力があって、中国から北朝鮮にプレッシャーをかけるということがある意味で平和的な解決につながりうる可能性が大きいということを考えて現実路線に行っている面があるんですけども、じゃあそれが本当にうまくいくか、でやっぱり中国からすれば北朝鮮は絶対倒れてほしくない、ただ、だいぶ、まあ、アメリカとの関係もあるからしっかりやらないといけないという中で、どれだけしっかりとしたバランス取れたラインをやれるかというのはまだ未知数ですよね、そこはね。あの2つあると思うんですよ、中国には一つは意思ですよね、どこまで強くやはり北朝鮮に向き合う用意があるのか、あのこことは常にあのやはりあの問題でしたけど、まあ、今回はこれまで以上に厳しく北朝鮮に当たっているようなんですが、じゃあ今度例えば北朝鮮に対していろんな単独で制裁をしようといったときに、制裁って結構あの実務的にですね複雑なんです、あの北朝鮮がそのいろんな非合法物資をあの真っ当なその市販品の中に入れたり、はい、あるいはその資金の取引も真っ当な資金の取引の隠したりするので、はい、見極めがすごい難しいんですね、で中国当局ってやっぱりこのあたり能力かなりあの低いというのが私の認識です、であのやっぱり意思があってもそれをじゃあ実行する能力があるのか、であのよく中国はその制裁どこに対してもですね、制裁やるぞという時に脅し威嚇をするんですね、その威嚇の効果で相手が妥協するのをこう待つ、あるいは実際に制裁やっても短期間で短期ですねなんとか相手をねじ込む、だけどそれはあの中期でやるのってあんまできないんですね、あの要はやっぱり実務能力の限界も噛んできますので、ですからここら辺であのかなりあのどこまで現実的にやっぱり中国に期待できるのかというところですね、でやっぱりどっかの時点でアメリカが外交的に北朝鮮を向き合わなきゃいけないんですけども、今いるのはティラーソン、あとその下にはまあ政治任命のスタッフいませんので、まあキャリア外交官ですね、オバマ政権時代からのこの体制でその、まあ、果たして本当に対話というのはどこまでできるのか、加えて言えばアメリカの伝統的なスタンスからすれば、アメリカは北朝鮮と1対1ではやらないと、それはあの他の関係国も入れた形でやるというのを基本的に通してますから、じゃあ今回それを変えてですね、そんなものには付き合わないはずです、でそれに対して中国が今提案してきているのが6カ国協議で、僕はこれですら飲めないと思ってるんです、ところが北朝鮮はこの間あの外交委員会っていうのを最高人民会議で立ち上げて、そこにキムケガンという我々でいう最も懐かしい、そうですね、その当時ずっと北朝鮮代表してた人がそこに入ってるということを発表してるんですね、6カ国協議に北は応じるんです、アメリカは僕は応じないと思うんですね、ということはこれは見てる方向が違うから、今のように例えばあの通常兵器を撃ってる分には構わないんだけど、今朝のミサイル発射みたいなことがお互いの金銭を計算しないで超えたときに非常に危険なことが起こる可能性は今でも否定できないと思いますよ。ここで一旦西野さんね、その、はい、今、欧米のメディアもトランプさんが次どういう行動を取るかということで、いろんな見方をしてます、ね、はい、お話にもありましたようにトランプ政権が軍事政策に傾きつつあると全体として世界のメディアは論じていました。その中の一つがこちら、イギリスのインディペンデントです。大統領に就任した当初、ヨーロッパ諸国はトランプ氏に呆れ果てていた。ところがトランプ氏がシリア攻撃などの軍事行動を起こすと、アメリカのメディアや各国政府もトランプ氏に敬意を払うようになったと、国内外の見方が変わってしまったとしているんですね。これによって何が起こるかと書いたのが次です。同じくイギリスのフィナンシャルタイムズですが、この攻撃は間違った方向へ転換する可能性がある。つまり軍事行動に踏み切ると支持率が上がることにトランプ大統領が気づき、それに味を占めるリスクがあるとしているんですね。そしてもう一方の中東情勢についてですが、フランスのルモンドです。安全保障の面で孤立主義を訴えていましたが、現実には4つの戦争、このシリア、イラク、アフガン、イエメンなどの、戦争を抱えたままだと、この孤立主義と言われる政策を転換せざるを得ない状況だというふうに書いていました。古川さん、あの我々はどうしても北朝鮮情勢が気になるんですが、アメリカ全体 その安全保障政策を見たときに、やはりその中東の方に意識があるんじゃないか、しかも今あのフィナンシャルタイムズが言ったようにですね、まあ、かなりここが軍関係者閣僚から、まあ、要するに軍まで含めて上から下までですね、あのスタッフが揃ってるんで、ここで何かをやってくるんじゃないかっていうのはそういう見方なんですけども、ここはどういう、まあ、あの先ほどの話の続きになると思うんですけども、あのやっぱり多分私あのトランプ政権が言っているオバマ政権 その北朝鮮に関しては戦略的忍耐の時代が終わったというのは、まあ、ある意味ですね、その6社あのたそのたオバマ政権というのは北朝鮮が核兵器を全部撤廃しない限り話さえしないと無視し続けると極めて固くな態度で、まあ、北朝鮮を無視するということだったんですね。であのもしかしたらですよ、あのこういうふうなその
一定の条件を満たさない限り対話もしないということ、ここをそもそも変えて対話をする可能性も含ませている表現であるというふうに私は認識しています。で、北朝鮮に対して、今、事実上あのカール・ビンソンと、あと横須賀に改修中のロナルド・レーガンという2つの空母機動部隊ありまして、今これがあります。で、これはいつまでこの軍事的威圧が保てるかというのはこれからインタビューに答えたこの点がちょっと怖いなと思った、ね、これどう、ね、大丈夫なんでしょうか、この可能性があると言った後に今日はもうその朝ね5時半にそうです、ね北朝鮮のミサイルを発射で、これがその中距離弾道弾だとすると確かに大陸に届くようなものではないのかもしれませんけども、もともとこれが北極星2号だとか、ね、そういう話だとするとこれは、これいわゆる在日米軍を、ね、標的にしてるんじゃないかという指摘もある、そういうものの実験を繰り返しているわけです、古川さん、これ この段階でアメリカが取る行動ってどういうふうに捉えるんですか。そうですね、先ほどの話を続けですけども、はい、トランプ大統領の言葉をどれほどその額面通り受け止めるかという問題があると思います。これつい先日ですけども、国務長官、国防長官、あと国家安全保障問題担当大統領補佐官、さらに CIA 長官連名で、声明を出しています。で、この中でクリアに彼らが言っているのは北朝鮮に対する要求として、これ以上状態のエスカレーションさせるなと、そして交渉のテーブルに戻れと、そしてさらに、アメリカは朝鮮半島の安定を望むということを申しております。すでに全ての選択肢はもちろんテーブルの上にあるということは最後についているんですけれども、現実問題として現在の状況を見る限り、特に韓国に対する渡航自粛などがアメリカ人に対して出されているようなこともございませんし、実際に今起こっているのはその軍事力をその外交のツールとして圧力として、特に北朝鮮のような中国に対しても適用して中国経由で北朝鮮をなんとか交渉に導き出す、でこのゲームが今進んでいるんだと思います。その中国は王毅外相などがその6カ国協議のもう一回その再開だとか、プーチンさんも今回安倍総理が行った時にですね、6カ国協議というのは持ち出してますけども、その方向というのは可能性としていかがですか。北朝鮮自体が6カ国協議を否定していますので、6カ国になるのか、あるいは実質上米朝の枠組みになるのか、いろいろ難しいと思います。で、いろいろと中国の方は米韓の合同軍事演習をやめろと、でそういった機会に北朝鮮は核実験をやめろという形でなんとか米朝交渉テーブルに導き出そうとしているんですが、どちらもそこはイエスとは言わない、そういう状況ですから、実際問題としてはやっぱり中国がかなり板挟みになっては間違いないと思います。岸さん、当面はやはりその中国にもっとその制裁を強化してもらうという方向でアメリカは中国に圧力をかける、ここが基本。自分が昔北朝鮮と3年間交渉した経験、アメリカと一緒にやった経験からすれば、アメリカは一番現実路線に戻ったよねと、つまり中国が一番影響力があって、中国から北朝鮮にプレッシャーをかけるということがある意味で平和的な解決につながりうる可能性が大きいということを考えて現実路線に行っている面があるんですけども、じゃあそれが本当にうまくいくか、でやっぱり中国からすれば北朝鮮は絶対倒れてほしくない、ただ、だいぶ、アメリカとの関係もあるからしっかりやらないといけないという中で、どれだけしっかりとしたバランス取れたラインをやれるかというのはまだ未知数ですよね、そこはね。二つあると思いますよ、中国には。一つは意思ですよね。どこまで強くやはり北朝鮮に向き合う用意があるのか。こことは常にやはり問題でしたけど、今回はこれまで以上に厳しく北朝鮮に当たっているようなんですが、じゃあ今度例えば北朝鮮に対していろんな